共産党からは笠井明さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました日本共産党衆議院議員政策副委員長の笠井明です。沖縄辺野古に米軍新基地はいらない。戦争の手助けはごめん。そして再び戦争はこりごりという沖縄県民オール沖縄の粘り強い戦い、そしてそれに学んで今日本の政治が一歩踏み出し始めたんじゃないでしょうか。一昨日与野党の党首の会談で4つの確認、1つは安保法制戦争法の廃止、立憲主義回復、2つ目に安倍政権打倒、3つ目に国政選挙で与党と補完勢力を少数派に追い込む、そして4つ目に国会と国政選挙でできる限り協力し合う、素晴らしい合意をいたしました。日本の歴史、政治の歴史に新しいページを、この合意を共に喜び合いたいと思います。そして私たちもこの合意に沿って全力を尽くす決意でございます。皆さん、今回の合意誰が作ったか、何よりもこの1年来この国会周辺全国で戦争法制廃止、そして立憲主義回復、野党は共闘と大きな大きなコールがあった、この力じゃないでしょうか。後押しされた野党5党でした。そしてその先頭に尾長知事をはじめ沖縄県民の新基地建設等の不屈の戦いがあった、これがあってこそじゃないでしょうか。白渕さんからお話ありました、地方自治等民主主義を根本から蹂躙する、そうした安倍政権、こうした政党の対決、まさに立憲主義破壊との戦いという点で戦争法廃止の戦いと根は一つだと思います。そしてその点で沖縄県民が安倍政権としっかり対峙して暴走や政治許さない、そういう戦い先頭に立ってきたことが今この状況を作って希望が見えてきたんじゃないでしょうか。今こそオール沖縄をオールジャパンにする時、沖縄県民の皆さんの素晴らしい基地はいらない基地はの、そういう決意に満ちた戦い、それにしっかりと応えて日本国民全体で辺野古の埋め立ては止めさせる、こうした戦いを大いに進めようじゃありませんか。そして決着をつけるためにも来たるべき県議会議員選挙や、そして参議院選挙はじめとした国政選挙でしっかりと国民の意思を表示して基地建設ストップかけていこうじゃありませんか。私も45年前にこの国会周辺で沖縄開戦の戦いデモに参加しながら、そして政治に参加することをやってまいりました。うちの宝、この戦いというのはまさに憲法13条の個人の尊厳を守りに戦い、そういう思いで頑張ってまいりました。そういう思いで皆さんいらっしゃると思います。皆さんと共に新しい希望ある政治作っていこうじゃありませんか。頑張りましょう。